回お産がない期間に沖縄に行くってなって、で沖縄の助産師さんたちとも交流する中で、遊びに行くからなんか私にできることないって聞いたら、ぜひ講座やってもらいたいって言うから、ここに来る人だけが幸せな出産をするとか元気で赤ちゃんを産むとかじゃなくって、ここ以外でも元気に出産を迎えてもらうには、いろんな助産師さんたちに喜んでもらえるならね、私の今知っていることを伝えることで、私が一人でやるだけじゃなくってみんなでやれるなって思って、そう思うとね、講座今まですごい苦手だったんですけど、これからちょっとやっていきたいなっていう風に。妊娠出産のもちろんのこと、子育てが楽しめるっていうのが立場のケアの一番大事なところかな。自分の体に信頼、自信を持つお母さんを育てていく、普段の形とかを見ることで体の伝え方の癖が分かるんですよね。肛門と膣の間に肛門を入れて、骨盤底の筋肉をリリースできるので、骨盤ケアとか体ケアをするときにほぐすだけじゃなくて支えるっていうことがすごく大切。いざやってみたら自分も楽しくて、自分が当たり前だと思ってやってたことが実は当たり前じゃなくって、助産師さんたちの役に立つことがあったんだっていうのもすごく発見したし、骨をノーバース、仙骨周り、ここら辺もノーバース、で、回線維持の誘導は妊娠中からということで、第一回線が一番大事、陣痛の合間にやっとくと、クッて入ったりするとか、こっちはね、だからね、スカスカなの、だからどんどんこうやって押されるから方向頭位の場合は内心で後ろすっかすかよね。もう助産師の資格は持ってるのに、またこんなに私の話を聞いて妊婦さんたちに還元して、なんかお産をより良くしていこうとか、この人の人生豊かにしていこうって考えてくれてる人たちがこんないるんだっていう、それに触れてすごい感動しました。自然な感じにしてもらって、でこうやってすると座骨の間が広がっちゃうから、左右均等に、体を妊娠中にたくさん使う運動してもらうとか、ブランコに乗った時にあったら分かる、キュッて止まる。これからの時代、やっぱ豊かさがね、物とかじゃなくて経験とか感情とか、そういう豊かさがすごい大事な時代かなって自分は思うから、今までは学ぶばっかりの自分の時代だったけど、今度からは学びつつ人にこう伝えて送っていく。ともみな大好き。